痛い痛いとか言いながら、もっとやれとか言ってんの、ノリなんだよとか言ってそんなにほぐす。皆さんこんにちは、上田剛です。今日は田田さん僕が本当にお世話になった青木さんの話をちょっとしようかなって。ファンからしたら青木さんの話めちゃくちゃ聞きたいよ。剛しか知らん面を教えてほしい。なるほど、うん、野球がすごいのは誰もが知ってることですからでもなんで野球すごいのかって考えた時に、きっとこういうとこなんじゃねえかなっていうのが僕の中ではあります。青木選手が活躍する理由みたいな、これが直接活躍する理由につながってるかわかんないけど、こういう考えであるから人からも好かれるし、こうやってずっと長い間成績を残し続けてきてるんじゃないかなって思うのはあります。その中でも僕がずっと一緒に生活してきた中で、あ、意外だなとか、こんな一面あるんやっていうのとか、ちょっと意外な一面教えてよ。例えば、青木さんって相当稼いでますよね。そりゃそうや、もう何十億ですよね。メジャーも行ってあるし、でヤクルトでもまた3年契約してるしね。でもね、バカバカお金を使わないんですよ。金銭感覚がめっちゃしっかりしてるんですよ。あ、そうなんや。してる。普通なんかあそこまで行くとさ、いい時計買ったりとか、いい車の買ったりとかさ、まあ、もちろん持ってると思うんですけど、もっとこうバン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 やってもそれいいじゃないですか。逆にそういう姿俺らに見せてもさ、別にいいじゃないですか。全然見せないですね。あ、そうなんや、はい、見せないし多分そんなんしてないと思う。散財しないタイプ。普通の人の感覚でいるんですよね、あの人は。ケチケチしてるわけじゃないんですよ。何人で行っても奢ってくれるし、美味しいもいっぱい食わしてもらったしさ。でもなんかね、普通の感覚が、俺らからしたら嬉しいな、ちょっと。すげえなって思った。それが逆に、はい、青木さん今日ちょっと松屋でも行きませんみたいな感じで、いいよ行こうよって多分言ってくれると思う。そういう感覚もあって、無駄遣いはしない。後輩には全然怒ってくれる。めっちゃかっこいいよ。あんだけ稼いでたらめっちゃ使ってまうけどな。やっぱそこは青木の一家の考えの一つなんじゃないですか。ちゃんと使うとこに使うみたいな感じだよな。金銭感覚がちゃんとしてるっていう。めっちゃしてる。あとはできなきゃいけないことかもしんないけど、できない人もいる。目配りとか気配りとか、思いやり、これがすごいっすね。一緒に実習とかやってても、ご飯の用意とか片付けとかやるんですよ、自分で。若い村上とかさ、中山とかいるわけだから、そこに任せればいいじゃないですか。でもやるんですよね。例えばみんなでご飯してて、若手同士の話が盛り上がってました。お皿とかコップとか、そっと青木さんがもうしらーっと取って片付けていったりとか、こっちで盛り上がってるからね、そこに お前これ片付けろとかってなるとさ、また話が途切れちゃうじゃん。そういう気遣いだったりとか。優しいな。青木さんの家でね、食事することがあって、若い選手たちは動かなきゃいけないじゃないですか、青木さんの家だから。でも青木さんは、お前らお客さんやから今日は座っとけと全部やって、年下の選手がもう、やべえこれいいのかなみたいな。するわな、そんな頭いいやろな、もう全部に気が回るっていうか、気付くっていうか。でしょうね。俺にもその一面があったら200本打ってんのかな。打てるか生涯で300なもんやろ、はい、1年でそんな打てるはずないやろな。もうその発想が青木さんじゃなかったか他は順位をつけるなら第1位ですけど、これもね、やっぱアスリートとしては絶対に怠ってはいけないところだと思います。でも俺は怠ってた、あ、今思えば、青木さんだけじゃなくアスリートには絶対にないとダメな。何体に対してのメンテナンス、体のケアですよね、がすごいってこと。いや、すごすぎる。そんなにほぐすっていうぐらい俺からしたらさ、剛も気にしてたんや、結構足ちょっと張ってたから、トレーナーさんに見てもらおうとか。そんなんは誰でもします。誰でもじゃない、じゃないんですよ。例えば僕がね、青木さんがメジャー行って、開幕からスタメン出してもらった時に、怪我したんですよ。肩脱臼したんですよ。そこからリハビリ入って3ヶ月ぐらいずっともう勝手に治るのを待ってたんですよ。でも青木さんは、俺やったら、全国どこでもいいから回ると、病院を、早く治る方法を見つけると。お前にないものはそこだって。待つなと、自分で動けと。針の治療あるじゃないですか、こういう。僕は大嫌いです、僕。
怖くて。俺分かるわ。そうでもね、あの、うん、僕の体って針めっちゃ効くんですよ。で青木さんはいつもお前の体すごいと言う。ちょっとほぐしただけで回復するし、針もちょっと入れただけで回復するの羨ましいって言うんですよ、うん、青木さんは。青木さんが一回なんか腰かなんかに針を刺してたんですよ、うん、で俺それ見てて、僕いつもねこれぐらいの針刺すんですけど、うん、こんな長い針を奥の方までバンバン刺してるんですよ、効いてて痛なるわ。いやそれ痛くないんですかって言ったら、うん、これがいいんだよ言うてやってるんですよ、痛い痛いとか言いながら、もっとやれとか言ってんの、すげえなと思って。治るんだったらどんな痛みも耐えますよっていうような感じですよね。毎日体のことを気遣って、今日の体の状態はどうだとかチェックしてるし、常に自分の体と向き合って過ごしてますね、うん、それらのことがあった上での一流なんやろな。もういや絶対そうだと思います。怪我もしないしね、39歳の動きじゃないじゃないですか。いやいやすごいよ、はい、これ衰えたわとかって一言も言ったことないもんね。もうそれ聞いてたら青木さんすごすぎて完璧に見えるんやけど、青木さんの欠点とかないの？欠点は、うん、カラオケたまに行ったりとかするじゃないですか、うん、今は行けないけどね、うん、カラオケする時って歌える歌を入れますよね、うん、入れる入れる、そりゃそうよ。違うんですよ、青木さんはもう聴いて、うん、この歌いいと思ったら入れるんですよ。で歌えないんですよ。わからんとかなって頑張るんですよ。のりさんこれ歌覚えてないですよねみたいな、うん、いいんだよこれ好きだからなんだよみたいな、カラオケなんかノリなんだよとか言って覚えてない歌を平気で歌うとこが唯一の欠点。欠点かなんかわかんないけど。あと青木さんと一緒に車に乗ったら、うん、マジで神経してます。青木さんを助手席に乗せると、うん、それも体の反応かわからんけど、うん、ちょっとでも前の車と距離が近かったら、うん、危ない危ない危ないとかって言うんですよ、うん、こっちがびっくりするんですよ運転しながら、うん、みたいなとか、うん、人がさ様子を伺ってやってから行こうかどうか迷って、そうそうそう、その時とかもいるいるいる人いる人いる人いる、ちょっと待って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 とかもうねすごいのよ。タクシーとかの運転手さんとかにもすごいからね、急にギューンって飛ばし出したらやめてやめてとか言って、運転手さんもいいから早いから早いからとか言ってもうゆっくりでいいよってそれ欠点じゃないな、もうすごいとこやなでも青木さんと車に乗ったら大変よちょっと青木さんのこと知れてよかった、はい、まだまだあるんですけどね、なんか今度教えて、はい、もちろん見てる人もねすごいなって思った人もね絶対いると思うし、うん、まあ、僕らも見ててずっとすごいなと思ったし、本当にね人を見下さないというか、うんうんうん、上から物を言うわけでもなくて、うん、リスペクトできるところがたくさんありましたね、うん、それは俺も感じるわ、はい、キャンプとか行っても青木さんと石川さんはちゃんと俺に接してくれるっていうか、あやっぱ一流はすごいな、すごいすごい、ヤクルトは本当にいい先輩がいっぱいいますね。そうやな、また青木さんの欠点が見つかったら紹介したいと思います。いいとこも紹介してくれ欠点も聞きたいけどな。またいろんな動画でちょっとずつ紹介できたらなと思います。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ありがとうございました。